配信者ですけど、あらららら、大丈夫かい、あらららこの至福のひとときです。仕事で終わってね、疲れた僕をね、出迎えてくれました、ね、今回は細切りパパイヤ系の第3弾なんですけど、いい感じに乾燥してますね。じゃあちょっとだけ、一つまみ取って。まずね、ちょっと噛まれちゃいました。まあ全然ね、血とかは出ない、傷とかは入らないぐらいですけど。はい、どうも、皆さんこんにちは。正和です。いつもありがとうございます。さあ今日は前回丸吉くんの食べた鉄腕のですね、細切り青パパイヤ、こちらこのももちゃんとココアちゃん食べてもらいたいと思います。今日はですね、そして今日はですね、ちょっと比較として、わっ前回っても結構前ですけどね、先日紹介した青パパイヤスライスの方と食べ方がどう違うのかですね、比較してみたいと思います。まあね、様子、食べてる様子はですね、その時の動画でも見ていただけると思うんですけれども、まあおさらいも兼ねて、まずはこちらの、危ない、青パパイヤスライスから食べてもらいたいと思います。それではね、スライスの方から。やっぱりね、硬いんですね、相当。結構ね、力を込めて噛んで食べてるなっていう印象ですよね、受けますね。まあでもね、問題なく食べてはくれます。うん、 OK。 ではそして次に細切りの方ですね。すごい、やっぱどうしてもですね、動きが激しいから撮影が難しいですね。次へとおねだりしてきます。で、ないのが分かったらこうやってね、離れていっちゃうんですよ。あらら、危ない、今日はめちゃくちゃですね。でも本当にスルメイカみたいに、本当におつまみっていう感じですね。ウサギのおつまみ。あとですね、ちょっとライブ配信、最初ね、うまくいくと思ったんですけど、自宅を出てしまった後にですね、
ちょっとね、写りがものすごい悪くなってしまって、真っ暗になってその次に白くなりすぎて、明るくなりすぎて何も見えないような状態になってしまって、ちょっと仕事のお昼休みまでですね、それをもう流しっぱなしになってしまって申し訳ございませんでした。ちょっとね、次からはね、スマホ、古いスマホでねやってたんで、ちょっとねスペックが足らなかったのかもしれないです。あとはね、ネットもちょっとね、ソフトバンクエアなんで、で立地条件が悪くて回線も遅いので、そのあたりでね影響を受けてうまいこといかなかったのかもしれないですね。次はね、パソコンで、でソフトバンクエアに代わりはないんですけど、有線でつなげてちょっとね頑張って設定してみます。さあ、今日はなかなか撮影が成立しないですね。よし、もう固定しました。さあ、映ってくれないですね。なかなかいいとこで食べれないですね。すごいね、こっちに来るんですけど、ほらほらほら、こっちあるよ。いや、あとはですね、しばらく部屋んぽしてるところを見ていただいて、今日はね終わりにしたいと思います。キリカバハウスに入ってくつろいでくれてますね。と思ったらすぐに出てくる。ああ、そっちはねちょっとねリフォームが終わってない隙間ですね。さあ、さりげなく真ん中あたりに松ぼっくり置いてるんですけど、あまり興味がないみたいですね。あとですね、ちなみになんですけれども、青パパイヤの細切りとスライス、これは同じ 35g で、成分表の中のですね項目もですね、水分が何%以下とか、そういった数値もね全部一緒です。あー、なかなか普段の撮影もライブ配信もうまくいかない、このねちょっとグダグダの、配信者ですけど、あららら、大丈夫かい。あららら、あ、怪我なさそうですね。よかったよかった。でこれからもね、失敗重ねながら少しずつね、環境を整えて、あと技術も上げて、ね、快適に見、ね、今よりも快適に見ていただけるように頑張りますので、ね、登録者様たち、ね、これからもよろしくお願いいたします。なんか、遊び道具みたいになってますね。そうやって入るもんではないんですけど、なんか楽しそうですね。お、今ちょっと隠れてるから見えないんですけど、松ぼっくりで一瞬遊ぶかなと思ったんですけどね、ちょっと部屋んぽの時に置いてね、なかなかその時しか見かけないからね、その匂いを嗅いでちょっとかじって終わっちゃうので、ケージにちょっと置いてみて、それでまあストレス解消
ね、あとはまあ遊び道具としてね、使ってもらいたいと思います。あとですね、次回はですね、この細切りのパパイヤの方ですね、これも水につけてちょっとどういう風になるのかっていうのもですね、見きたいと思います。そして食べ方ですね、まあ本人しかわからないですけど、食べやすいのかどうか、そのあたりもね、撮影して見ていきたいと思います。はい、今日はね、ご視聴ありがとうございます。また他の動画でもですね、皆様とお会いできたら嬉しいなと思います。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。Oh, yeah.